セパティ。いけ！高村拓哉尾花主厨上身、学生海景第一排陪吃爽晕。どうするために来てんだよ。二つ星で終わった昔のまんまじゃないかよ。この店にいるスタッフ全員の思いを詰め込む。映画グランメゾンパリ。ぜひご期待ください。カレオニバ。高村拓哉在日剧《天才主厨餐厅》饰演米其林尾花主厨，带着系内系外都是好友的吉川光博一起到料理学校煮菜给学生吃。高村拓哉君が、僕のために、スペシャルナポリタンを今作る。ナンパしすぎだろ。小花流はあれ茹ですぎなんじゃないのっていうぐらいアルデンテよりも一歩二歩一回氷水で締めます。で締めたパスタをちょっとマリネするっていうか、つけとくんです。見て、モッツァレラチーズを一回でストンと落とせるのってもうすぐできるじゃん。俺も一生懸命作ってるから、あの人はね、何でも一生懸命なのよ。そして全力なのよ。オバナリューラポリ、ナポリ。お、来たー。いる。まずはちゃんとしろ。ここで削る、はい、なるほど。あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、見ていいよ、この至近距離。いただきます。おいしい、おいしいです。ね、おいしい。それもったいなくて食べきれないかもしれない。うん。